川端さん、今日も引き続き雪や雨となるところ日本海側ではありそうですね。そうですね、今日上空寒気の影響で大気の状態が不安定となります。はい、こちら、昨日のリポートですね、うん、秋田市からいただきましたリポートですけれども、こういったあられや雹などが、大気の状態が不安定な時は降ってきますね、はい、結構大きいですね。そうですね、うん、今日もですね、大気の状態不安定な状況が続きます、はい、この後もですね、天気の急変に注意が必要です。はい、では上空5500メートル付近の気温を見ていきたいと思います。今日の15時、昼の3時ですけれども、上空5500メートル付近でマイナス30度という非常に強い寒気が日本海に入ってきます、はい、このために大気の状態が午後を中心に不安定となります、うん、大気の状態が不安定となりますと、はい、雷雲がですね、発達しやすくなります。こちら模式図で書いています。上空に冷たい空気が入りますと、冷たい空気というのは重いんですね、はい、一方で地上付近が暖かい空気、暖かい空気というのは軽いですので、うん、その冷たくて重い空気と暖かく軽い空気がこう入れ替わろうとするんですね、はい、その時にこのような積乱雲が発生します。なるほど、空気が混ざり合ってこういったもくもく雲が発生しやすく今日はなるんですか。そうなんですね、はいはい、そして積乱雲が発生しますと落雷ですとか、強い雨、そして突風などの激しい現象が起こる可能性があります、はい、今日は北陸や関東甲信、東北南部などでこのような激しい現象が起こる可能性がありますので、十分に警戒してください。わかりました、天気の急変にお気をつけください。